こんばんは。ここは東海道本線の大阪駅です。ただいまの時刻ですけれども22時、まあ、およそ10分というところでしょうか。もうすでに新大阪からの最終東京行きのぞみ号は出発してしまっておりまして、本日のうちに東京まで行く新幹線は終わっております。じゃあどうするのかと、そうなったらば明日の朝まで待つか、もしくは0時34分発寝台特急で帰るか、まあ、夜行バスを選ぶか、まあ、そういう方法のどれかになるわけです。今から10年前、2008年までは最終の新幹線の後に出発して始発の新幹線よりも早く到着する、そんな寝台急行銀河東京行きというものが運行されておりました。その当時はこの大阪駅まだこのように改良工事などなされていなくて、仮設のところから出発していった最後そんな状態だったように私は記憶しております。もっとも私は夜の遅い時間に東京大阪両京を出発していくような銀河号でしたから、当時小学4年生だったかな、そのぐらいに廃止されましたので銀河号を現役時代に見ることは全くなかったわけですけれども、しかし時刻表で白と黒それが反転した独特の寝台急行のマークと、それから途中各駅にポツポツと止まっていく、そんな急行列車らしい走り方をする銀河、それは強く認識をしておりました。乗ってみたいなというふうには思いましたが、しかし乗る機会はなかったわけです。ところでその銀河号と実は似たような時間帯で東京発広島行き、もしくは下関駅や広島駅発東京行きの臨時寝台特急サンライズ夢号というものもかつて運行されておりました。その時刻は寝台急行銀河と割と似ておりまして、大阪に朝早く着いたりとか夜遅く大阪駅を出たり、まあそんなことをやっておりました。サンライズ出雲瀬戸号に使っている285系寝台電車が、これが一編成だけ所定の所要の量よりも多かったということで、だから一つ余った編成をそのように使っていたわけです。サンライズ夢号の設定も銀河号の廃止とほぼ同じぐらいになくなってしまいましたが、余っている編成を使って何か臨時列車を走らせてくれないだろうかという鉄道マニアから、まあ、基本的にはマニアからだったと思いますけど、そういう要望はかなり多分強かったものだろうと思います。そして2014年の年末から新しく臨時の寝台特急サンライズ瀬戸出雲、あ違う、サンライズ出雲だけか、サンライズ出雲91号92号が運行されております。そしてその臨時の寝台特急サンライズ出雲号は出雲市駅を夕方といいますか午後の遅くに出発をしてきて、そしてずっと途中をゆっくりゆっくり進んできて大阪駅には22時15分の到着です。それから大阪駅にまた15分ほど停車し22時29分発海陽町東京駅には6時23分の到着となるようです。サンライズ号はもともとその瀬戸号と出雲号の置き換えをした後、東海道線関連のイブルートレインをどんどん新しくしていこうということでおそらく作られていた、そんなことを見込んで作られた車両だっただろうと思われますが、しかし朝風号や桜号、銀河号などそういった様々な東海道本線の関連の夜行列車はそれから新しい車両に置き換えられるということはなく終わってしまいました。そして銀河号の名も完全にもう消えてしまっているわけですが、しかしこの本日運行されております臨時のサンライズ、これが22時29分大阪駅出発時刻は京急運行していた当時の急行寝台銀河号よりも約10分遅く、また東京駅の到着時刻はその急行銀河号よりも10分だけ早いような、そんなものでございます。つまり昔の銀河号と同じような使い方をすることができます。現在のサンライズ、定期のサンライズ号は特急さながらの走りを見てくれまして、かなり早く結んでくれるのはいいのですが、いかんせん大阪駅の出発時刻はちょっと遅すぎます。0時半ではというところなんですが、しかしこの列車であれば本当に昔のサンライズじゃなかった昔の銀河号と同じような使い方ができるわけです。むしろ21世紀にふさわしい新しくなったブルートレイン、新しいブルートレイン銀河号の形と言えるかもしれません。ただし残念ながら臨時列車でありまして、ゴールデンウィークとか年末年始、お盆、そういった時にしか使えないのが残念なところではありますけれども、しかし昔の銀河号と本当に同じような感覚、まだ終電とかそういうのが終わっていないような時間に大阪駅にやってまいりました。出雲市からの寝台特急臨時92号サンライズ出雲92号大阪駅で少々停車をして、そしてこれから先東京まで明日の朝6時台に到着となるようです。ドアが開かないですね。開いた。じゃあちょっと一旦僕車内に入って荷物置いてきますね。発車の15分前に大阪の駅に入線してくるというのもまたなんか大阪駅発の銀河号を思わせるようなものであります。ただ残念ながらここから先定期列車時代の銀河号は数多くの駅に止まっていたんですけれども、あまり停車するということはここから先はありません。
見送りで大阪の中村さんと酒井くんに来てもらっていますが、しばらく停車の時間がありますので、始発列車のね、その出発の前に上野駅で寝台特急の北斗星やカシオペアなどを写した時を思い出しますけれど、そういった感覚でこのサンライズ号の写真をちょっとじゃあ撮りに行こうなんていうのを鉄道マニア感満載ですけど、まあ鉄道マニアですから、いや本当に始発駅大阪を始発とする寝台特急のようです。全然そうではないんですけれども、大阪発東京行きという感じでも十分に使うことができる、いや大変面白い列車だと思っております。発車まであと1分だ。これが確か僕の号車だったと思うんで、3号車ソロです。これ半自動のやつがついてるんですよ。あ、こっちも ありますか。これなんかあの、はい、前に小島で止まっちゃった時に半自動になってました。へー、そうなんだ。一応じゃあ使えることには使えるんだな。はい、はい、じゃあどうもって言っても多分すぐには閉まんないんですよねこれ今29分になったから まだ早速今ドアに閉めそうですか。さあありがとうございました。いつもよりもだいぶ早く大阪行きを出発しました。お、車内放送もそうかかかるよね。皆様、今日は寝台特急サンライズ出雲92号東京行きにご乗車くださいましてありがとうございます。ただいま大阪行きを時刻表通りに発車しております。ただいまの時刻は22時30分を回っております。すでにお休みのお客様もおられますので、放送によるご案内は明日の朝横浜駅到着前5時50分頃まで控えさせていただきます。緊急の場合を除き放送によるご案内を控えさせていただきます。最後に車内のご案内をいたします。列車は7両で運転しております。一番前が7号車一番後ろが1号車となっております。またただいま車内をお伺いし順次お手持ちの乗車券特急券拝見しております。大阪行きからご乗車のお客様ご協力お願いいたします。それでは緊急の場合を除きまして明日の朝横浜駅到着前5時50分頃まで放送によりますご案内を控えさせていただきます。それでは三大電気鉄の夜をどうぞお楽しみくださいませ。ワイライトエクスプレスのラストランに乗っていた車掌さんじゃないのかなと思いますけれど、大阪車掌区からサンライズの車内で案内がなされるというのは非常に珍しいことです。通常この区間では車掌さんからの案内というのは全くなされないところ、新大阪駅を通過するのは定期列車でも臨時列車でも同じですが、これもまた新大阪にたくさんのホームがいる状態で誇らしげに通過していく寝台特急、それを車内からねこう眺めることができる、これもまた大変面白いものです。新幹線もまだあれは回送電車のようですけれど、新幹線と新大阪駅を同時にこう出ていくことができたというのも寝台特急としては貴重な経験なんではないでしょうか。大阪駅22時29分発サンライズ出雲92号東京駅の到着は6時23分です。
せっかくですからこの時刻とこう照らし合わせて往年の先ほどからずっと言っている急行列車銀河号についてご紹介したいと思います。銀河というのはブルートレインです。いわゆるずっと開放式の B 寝台と A 寝台客車を連ね、8両と電源車、機関車合わせて10両編成で運行しておりました。基本的にはこの編成ですが、最後は8両編成になっていたかと思います。上りの停車駅とそれから到着時刻、まあ私が車掌っぽくですね、なんか偉そうにセルフ車掌とか言われるかもしれませんけど、ご紹介してみましょうか。ここにデータがあります。最終末期のその銀河の時刻ですけれど、大阪駅の出発時刻が22時22分、新大阪22時28分、京都22時58分、大津23時9分、米原23時52分、名古屋0時58分、明朝は富士から泊まっていくそうです。富士4時29分、沼津4時50分、熱海5時11分、小田原5時32分、大船6時3分、横浜6時18分、品川6時35分、終点東京には6時42分の到着ということになっているそうでございます。つまりですね、やっぱりそうだな、大阪を定期の銀河、定期というか往年の銀河より7分遅く出発して、東京には、19分早く到着するということですが、やっぱり同じような時間で走るんですね。途中新大阪、京都、大津、米原、名古屋、富士、沼津、熱海、小田原、大船、そして品川は通過ということですから、まあ、やっぱりね、途中の急行列車とかいう急行と特急の違いと、それから臨時列車と定期列車の違いというものを感じるところではありますけれど、しかし同じような使い方ができるというこの点についてはもう誰も疑う余地がないものであって、リバイバル寝台急行銀河みたいな感じでね、名前をこう歌ってそれで臨時列車として走らせたっていいぐらいの作りなんじゃないかなというふうに思っておりますけど、私結構これいいと思いますよ。まだまだ終電の時間にはなっていなくて、車内放送が大阪からかかって、車掌さんがはいどうぞこう、はい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませとは言わないか、切符を拝見、こうねコンコンコンとこうやってくる。それでいて今の平成の平成といいますか、まあ平成ですよね、平成的な時代のニーズに合わせ、基本的に全車個室寝台シャワーも搭載しているし、ロビーカーなどもあります。この大阪東京間でサンライズ、臨時サンライズ号を使うという考えも大変面白くていいんじゃないかなというふうに思いますね。ただいま通過中の駅は新しくできました JR 総持寺駅です。まだ東海道本線の電車は一部走っているの、いや一部というかまだまだ普通に走っている、そのような時間でございます。それではここでですね、ツイッターでもって視聴者の皆様から募集をさせていただきました、銀河号の思い出の話なんかね、ちょうど私は復活列車、銀河の復活列車みたいな風にこれを思いますけどね、同じような体験ができるじゃないですか、大阪と東京同じような時刻で。急行の銀河号とは違い、国鉄型の客車ではなく JR 世代の電車の寝台車ではあるけれど、走行の時間とか車内の様子とか、そういったものはきっと銀河号を追体験するのには十分な、そんなものなんじゃないかなというふうに私は思っております。そして今回視聴者の皆様から銀河号に関してですね、銀河号の昔の思い出などをお送りいただけませんかということで募集をさせていただきましたから、せっかくなんでその銀河号を追体験する上でね、ここで読み上げるなんていうのもいいかなというふうに思いました。27件ほどいただいております。全部読み上げることは難しいかもしれません、すいませんが、新さん、2005年の夏、小田原駅で長良を待っていたら遅延していた銀河がやってきて、窓のカーテンがほとんど閉まっている様がとてもミステリアスに見えたと同時に、チラ見していた寝台施設がとても輝いて見えました。銀河のごとく。その後やってきた373系が物足りなく感じました、というのを思い出しました。この方は私のよく使っている BGM、ハイケンスのセレナで、実はタックさん以外にも BGM を使っているんですけれども、そのですね、ロック調のそのハイケンスのセレナでを作曲してくださった方でもあります。私は長良とか銀河とかそういうのはバンバン東海道筋をバンバン走っていた頃は知らないのですが、やっぱりお金があって夜移動したいという人は銀河、そしてお金を節約しようという人はムーンライト、長良などという使い分け結構あったようです。特に銀河は名古屋東京間でも利用することが可能でした。長良よりもね、また時間がちょっと違いましたのであれなんですが、東京から岐阜まで行くみたいな利用も多かったというふうに聞きます。安西さん、A 寝台にしか更衣室がなく、 B 寝台では着替えすら難儀した思い出が何よりです。そうですね、急行銀河全車寝台席で、 A 寝台のところには更衣室が確かにあったんですが、ちょっとしたスペースでしたけどね、試着室みたいなやつでしたけど、でもこういうこれ一応浴衣が置いてありましたから、一応安西さんもそれで着替えてということなんでしょう。結構大変だっただろうなと思います。次、本日お見送りいただきました中村さんからです。そろそろ通勤の始まるであろう朝7時過ぎの大阪駅下り列車のことですね。 AF6 号に引かれた24系が堂々と入線そして降りてくるスーツ姿のサラリーマンは、ホームで通勤電車を待つサラリーマンよりもなんとなく神々しく見えたものでした。
銀河というのはもともと通勤の需要が、通勤というかビジネス需要が大変高くて、東京で夜遅くまで例えば仕事したとかなんかあったとかでも、それでも翌朝の始発の新幹線よりも早く着ける、その有効時間帯、利便性、その観点から東海道新幹線などさまざまなその需要を広げ、そんな、補完的な役割を果たしていて、そう簡単に廃止されることはないであろうというふうに読まれていたのでした。しかし廃止直前の乗車率は2割から3割程度だったそうであります。次、ケンユーさんというものかな。今は亡き大阪駅旧11番ホームで急行北国号を待っていただき、向かいの線路に銀河号が入線してきたのを見たのが初めての出会いでした。 EF6 号を先頭にしてやってきた編成はとてもかっこよかったのを覚えています。ヘッドマークはついていませんでしたが、往年の急行列車をホーストさせる列車でした。でこの急行列車銀河号の出発1時間後には、今度新潟行きの急行北国号も大阪行きを出発していたというわけでして、その待っているところで先にやってきた東京行きの急行銀河を見て、まあ、銀河が来ているなというふうに見て、それが初めての思い出だったということなんでしょうか。ありがとうございます。ナグ以外ナグじゃないのさん、廃止当日が学校だったため見に行くことができず、しぶしぶ学校へと歩いて行ったところ、駅からは遠いはずの通学路の途中にもかかわらず、高らかに駅を通過する時の汽笛が風に乗り聞こえてきて、当時小学生ながら感動し、涙目で学校に着いた思い出があります。常磐貨物の恵比寿線さん、投稿失礼します。急行銀河2005年秋、2006年春に B 寝台、廃止直前の2008年1月に A 寝台、3回とも祖母と一緒に乗った思い出があります。24系の銀帯車が一番好きで、3回も乗車できたことは嬉しかったです。今でも祖母とたまに思い出を語っていますよ。はい、ありがとうございます。ちょっとですね、これすいません、時間が録画の時間一回切れちゃいました、ね、撮り直しましたけれども、続き、ヒーローさんというものかな。銀河の思い出は2つあります。まず1つは高校の時、毎年夏休みに関西旅行に行っていましたが、使っていたのが14系座席車の銀河51号でした。牽引は EF58 でしたね。会員リクライニングで眠くなり、油断すると突然リクライニングが戻り、なかなか寝られませんでした。そう、会員陸ってそうなんですよね。銀河51号か、銀河号というのはかなり重要のある列車でしたから、銀河、定期列車の銀河の他にも、臨時の銀河号、全車、寝台ではなく座席車の銀河51号とか、銀河81号というものもいろいろ運行されていたようです。やるですよ、KOI さん。4歳の頃、群馬の祖父母を訪ねた後、西宮の自宅に帰るまでに乗車しました。これは自分の夜行列車初体験で、東京駅のホームでは銀河銀河と言ってはしゃいでいたそうですが、入線してくるなり、カニと EF6 号のうるささに泣き出し、そうなんですよね。記憶がないまま大阪に到着した思い出があります。他にもですね、あと中1の時初めて友達とだけで、旅行した時に使ったのが銀河81号でした。寝台ではなく簡易リクライニングでしたが、やっぱり銀河81号の思い出も結構あるんですね。銀河が廃止と聞いて、正午の冬に、朝早起きして自主と車で小田原まで見に行った思い出があります。寝台列車のほとんどは小田原駅を通過しますが、銀河だけは止まりました。そうです、朝5時台で夜明け前の人気がない小田原駅に滑り込んできた EF6 号プラス24系の姿は、大学生になった今でも鮮明に覚えています。乗りたかったな。次です。私が小学生だった頃に急行銀河に東京から京都まで乗車、当時まだそんなに機能のないガラケーで、そう、あの当時って言えばね、あのガラケーだったんですね。九州方面とか東海道線のブルートレインとかが走っていた時は、まだギリギリスマートフォンが普及する前で、みんなこうガラケーで撮っていた、そういう時でした。最後はね、最近その時の牽引機が EF66 だったことを思い出して調べたら、数本のみの運用だったことが判明。写真が残っていればどんなに良かった。すごいですね、 EF66 の牽引の銀河なんてかなりレアじゃないですか。もともと下関の車両ですから、なんでそれが動いていたんだろうと。だから数本のみの運転だったんでしょうね。もともとは JR 東日本田端運転所の EF65 を使っていたはずです。最後はね、その前は東京機関区の EF65 でしたけど、それは言うまでもありません。ちょっとじゃあすいません、結構時間がかかりすぎましたので、ここからちょっと端折りながら読ませていただきたいと思います。申し訳ありません。朝目が覚めてカーテンを開けると、朝日が差して綺麗な海が見えました。感動的でした。湯河原を過ぎたあたりだったと思います。さあ、あの辺の海でね、いや私もブルートレインの東海道で乗ったことはないんですけど、でもやっぱりああやってあそこを過ぎ去っていく様子など想像できるものがあります。朝のあの湯河原とかね、真鶴、根府川、早川、あの辺りの景色、寝台車から見てみたかったですね。では次、すごいな、重度の沖縄病にかかっていた時、1分1秒でも長く沖縄にいたかった私は、
本土への最終便が羽田行きだったので、那覇から羽田に飛んで東京駅から銀河に乗り、翌朝関西で仕事していました。銀河がなくなったおかげで沖縄での滞在時間が短くなりました。マジかよって感じですけど、病も治ってはきましたがね、すごいな。沖縄に旅行するのに銀河を使っていた人がいたとは、これはすごい話です。おじさんの思い出で失礼します。20系の三段信頼が忘れられません。スーツ君と同じ20歳の思い出でした。20系の三段信頼銀河、いや大変だったんだろうなという気もするんですけどね。今じゃ、今私は20歳のね、あの銀河92号じゃないですけど、サンライズですけど、まあ、サンライズ銀河みたいなやつにこうやって乗ってますが、ソロだってね、ソロは狭いとかなんとか言われてますけど、20系の三段寝台に比べれば52センチ幅の B 寝台三段ベッドでしょう。ちょっと私にはきついかもしれないけれど、うん、でもそれは絶対いい思い出ですよね。私もきっともしそれを体験していたら忘れられない思い出だったということでしょう。就職活動中、翌日が東京で最終面接という時、どうしても見たいライブが大阪ヤオンであった。新幹線は諦めて銀河を予約してライブに挑んだ。ライブは大いに盛り上がり、翌日その勢いで面接は大成功。すごいね、すごいねってすごいですね。ライブの喧騒とは対照的な寝台でした。落ち着いた車内アナウンスが心を落ち着かせてくれました。いっぱいお送りいただいて、ちょっとですね、なかなか全部読み上げるのが困難で申し訳ありません。最後これにさせていただきましょうかね。中2の時に一人で大阪旅行をした帰りに、大阪23時45分発東京行きの銀河に乗りました。 EF58 プラス24系の編成で、東京着は9時半頃、あ、そう、遅い銀河だった。この時の銀河は遅かったのかな。東京着9時半、本来は立川、塩尻、大阪を普通と急行千曲の12系座席車でしたが、大阪到着後すぐに帰りの列車を銀河に変更してもらいました。三段寝台の中段でしたが、行きが地獄だったので天国でしたね。確かにそうだ。立川から塩尻中央線経由で大阪に普通列車と急行地区まで行って、で帰りは寝台だったっていうのはかなり豪華ですよね。すごいな。まあ私も立川から中央線の中電で塩尻まで行って、急行地区ま12系なんてのも乗ってみたかったですけど、それは後の時代の人だから言えることというのはあるかもしれません。急行銀河の思い出、皆様ご紹介いただきまして誠にありがとうございました。ただいま向こう町運転場を通過中です。まだまだ様々な列車がご伝統を灯しております。今の時間ですと急行北国、その車両ももうすでに大阪へ向けて出発していた、そんな時刻かと思いますが、ウォーパー3系もすでに引退、解体をされてしまっております。明日使うような特急電車のまだ整備中なんですね。窓のところ全部電気がついているのが大変印象的です。スーパーハクト、サンダーバード、浜風189系から眺める景色も変わりましたが、クモル14さんはまだ残ってるな。デーレ51とかね、 EF65 の PF とかそういったものも見られます。さて、ただいま時刻は23時を回りました。22時58分に往年の急行寝台銀河は京都を出発していたそうですけれど、この列車も間もなくそれと2分ぐらいずれた状態で京都を通過するということになります。この先、急行銀河は大津、それから米原に停車をしておりましたが、これは多分次の停車行きはおそらくはあそこだな、米原で運転停車、その先は名古屋など止まるのでしょうか。まだ最終のサンダーバードが運行している時間、いや、あれが最終列車かどうかも分かりません。通過線に入りました。0番乗り場側も見てみたいですけれども、こちら側は3番乗り場、2番乗り場かな、堂々と通過をしていくようです。まだまだホーム上には多くの人がいるはずです。サンライズ号にカメラを向けている、そんな人の姿も見られました。この時間だったら京都にも泊めてくれるとすごい便利だと思うんですけどね。ちょっとやっぱり難しいことなのでしょうか。定期サンライズの停車の実績がないから、やはりそういったことは臨時列車ではあまり取り組みたくないというのが、まあ、JR 西日本の正直なところであるということは間違いないでしょう。 JR 東海管内ではこの列車は客扱い、ドアを開くということはしないそうです。基本的に終電が遅くなったりとかそういう懸念があるからでしょうかね。でも定期列車よりも早い時間帯だから、でも名古屋はもう終電終わってるか、この列車の時間だと。
すごいな、サンライズで普通電車でしょうか、それと並走することができるなんてね。京浜東北線と並走するもんだと思ってましたよ。東海道線の普通電車と並走して、いや、こんなことがあるとは本当に面白い経験です。銀河号でもきっとこういう光景は見られたことでしょう。停車駅はどこだろう。車両の中のあれは見えないけれど、もう間もなくどこかの駅へ到着するというのは間違いなさそうです。草津かな。草津ですね。まだ人の活動のそんな感じがいたします。草津線にもお客さんがたくさん乗っておりました。さて、それでは東京の到着まであと7時間ほどとなりました。電気を消させていただきまして、これで私も休ませていただこうと思います。でもね、最後に一つ間違いなく言えるのは、まあ、別にサンライズでも銀河でも何でもいいですけど、平成30年もう今年では最後、あと1年で平成が終わりなんていうことを、この寝台特急サンライズ号の車内で言えるぐらいにまで長くこの寝台列車が日本で活躍してくれているということです。この喜ばしいことです。いや、一日でも長くこのサンライズ号の旅を私たちみんな楽しめるといいなというふうに祈りまして、この動画とりあえずここまでは終了させていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございましたというかどうか、この動画の後の構成によって変わりますけれども、ともかくおやすみなさい。ありがとうございました。皆さんこんばんは、今日は5月の2日平日です。金曜日かな。今日の夜は多分また夜行列車とかいっぱい走るから、切符も用意できないぐらいにいっぱい売れてみたいなことってあるでしょ。夜行列車の乗ってみたいってことでゴールデン